はい、どうもこんにちは。沖縄の好きです。さあ、今日もやっていきましょう。マインクラフトというわけでですね。ここ、地下に、採掘場、ブランチマイニング場を作ってあって、ここでまあ鉄とか、逆だ。ここでまあ鉄とかをいろいろと掘ってたわけなんですけれども、まあ、鉄はなんとかなってきた。ただ、ダイヤがね、全然ないんです。ないの、ダイヤが。というわけで、ちょっとね、ここ、地下深くまで伸ばして、ちょっと採掘中のグレードアップ。そして、今ね、地上には畑がなくて、食料はもうここで、やってるわけですよ。まあ、今は間に合ってはいる、また投げちゃった。今はこう間に合ってはいるわけなんだけど、将来的に食料また足りなくなってくる可能性もあるし、こういうのもね、また、広げていかなきゃなんないなっていうことをまあ考えております。で、もう一つ、木材がもう足りない。はい。地下に植林場でも作ろうかな。もうできるんだったらやる。つうことで、今日はちょっとここ、ダイヤを掘れる深さまで、マイナス100くらいかな。だっけ。行ってこようかと思います。つうわけで、今日は地味な作業ですけれども、よろしくお願いします。さあ、行くぞー。ここから、行こうかなと。ここから掘っていこうかなと思うんだけど。うん、ここもう塞いでいい。まあ、後で塞ごう。地下、どれぐらいまで掘るっけ ?100 ぐらいでいいんだっけ。もうコンクリートも作っていたんだけど、はい。素材が全然足りなくなっております。何にもできない。昨日コンクリートで作るって言ったけども、コンクリートで作るの諦めようかなと。コンクリート作る、コンクリートを作るのが大変。うん。コンクリートで作るのが大変じゃなくて、コンクリートを作るのが大変です。骨ないし、昨日使い切っちゃった。土と砂利はなんとかなるんだけど。そういえばさ、このメサのところに着いたときに、どっからか聞こえていた廃校の音？廃校どこにあるんだろう？多分、うん、仮拠点の近くにあった廃校の音なのかもしれないけれども、違う廃校が近くにあるとか、そういうことも考えられるか、ちょっと、いつか、手が空いたら、廃校探しもやってみたいな、なんて思ったり、けど絶対ね、仮拠点のとこの廃校だと思うんだよな、あれ。けど気になる。トロッコのガーっていう音。もう廃校の音って言うと トロッコの音がするのはいいけれど、実際トロッコ動いてるとこなんか見たことないし。廃校の中で動いているトロッコとかあるんだろうか。岩盤出てくるのいくつだっけ。あ、ここらだ。岩盤はもう、ほら。やっぱり55。このぐらいにしとこう。はい。早速ダイヤ発見っす。いや、しかもね、高さ50。まあいいか。とりあえず、1。あれ？こんだけ。ダイヤ2個発見。うん。たった2個。せめてダイヤの面作れるぐらい欲しいな。うん。向こうの仮拠点にダイヤ取りに戻るのも面倒っていうわけでもないけどさ、そんな遠くはないから、
今までの素材を取りにしょっちゅう帰ってたから別に面倒じゃないんだよ。それでもやっぱりここのね、近くでダイヤ取りたい。やっととりあえず2つ発見っていうところは何とも言えない。しかも55で掘ればって言うと52で出てきちゃってるし。はい。というわけで、一応ブランチマイニング場、作り始めることができました。ここでもうちょっと飾り付けたり広くしたりしながら、ブランチマイニング、ダイヤのね、ブランチマイニング場作っていこうと思います。というわけで今回は、この辺で一旦お願いします。よかったらね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。じゃあ、また、バイバイっす。松明がもう残り少ないんで、終わりにします。